修羅の猛獣鬼人なりて哀れな竜に問いつく攻めて人たち悲壮の覚悟鎧兜の間がいに挑む奪取をもはや敵なし引き逃れ
私頑張りました。長井長殿の修行、お見事でした。ん？お前こそ真の強者よ。おっかり。長井長殿の修行したんだよね。あっぱれ。僕たち佐藤さんに言われて考えたんだ。佐藤を守るために自分たちにできることってなんだろうって。でも。僕はお供のお世話しかできないし、私はお団子作るしかできないんだよね。でもさ、伊織くんがお供のお世話をすれば狩猟がうんと楽になるし、私が美味しいお団子を作ればみんな元気で笑顔になるよね。それが里を守ることにつながるかなって。うん、良い答えだ。カムロの若者は皆聡明で頼もしい。では私は里を守るため受付嬢のお仕事に戻りますね。僕は広場に。私は茶屋へ。さあ新しいお団子作るぞ。マガイマガド団子、黒ごまでこうね。あー素敵。よくぞ我が任務を果たしてくれた。礼を言う。受け取れ。カムラの里に代々伝わる宝刀だ。マガイマガドから里を救ったお前に譲ろう。いいから受け取れ。ジジイの俺には少々重たかったのだ。さあ。これで肩が軽くなったわ。
守り抜く。
狩猟日和ですね。どのクエストに挑まれますか？いつでも遊びに来てください。